では48回に入ります。括弧一1、マイナス12分の5、足す12分の7。分数でも同じですよ。どちらが大きいかを見,、えー、見極めて先に符号を決める、えー。7の方が大きいんでプラスです。プラスだから書か,かなくていいよ。で、どんだけプラスかは引き算。12分の7引く5で2。で、油断して、ここまでにしないように約分できるよね。えー、6分の1になります。2で約分して。 で、括弧2番です。18割るカッマイナス4分の3カッことじかけるマイナス3。まあ、ここを逆数にしなきゃ始まらないので、それはしょうがないですね。えー、18かける括弧コ3分の4。で、まあ、一般的な答え解法じゃこれを分数にするのかなで。これを10分の3にして、で、この形で約分して、この3と6で、えー、18で3、1、6。 えー、で、どうしよう。どこでもいいんだけどここにするか。この4と10で5。で、そうするとマイナスの、えー、分母五が残ってます。5。で、分子が、えー、こっちからもういいかな。3人が6、6、6、36で、マイナス5分の36となります。一応紹介してもね、あの、今の今とか、昔から考えてることだけど、 中学生の皆さんにもっとね、小数,数を使いこなしてほしいんだよねえ。だからここのね、ここを逆数にするのは、それはもう当然なんだよ。そうしないと済まないからね。で、マイナス3分の4。で、これ0.32で止めといて、で、これ3と、あ、こっちいいな。この3と0.3で約分するか。0.1になるよね。そう、このままやっちゃっていい。で えー、符号はマイナス。で、1 8る4を考えると、シャ32の4で72。で、7 2る0 1だから、小数点1個も小さくて7.2と出てきますね。マイナス7.2。こういう解法でもいいです。まあ、これね、できるといいと思うんで、挑戦、あの、積極的にやってみたい人はやってみましょう。確保して、マイナス7.2でももちろん正解です。 で、カッコさんは、マイナス5 6 2る9引く、マイナス0 3 8る9ここら辺の掛け算をやるの嫌ですよね。で、ここで注目するのは、これ、かける9が共通していること。共通しているので、まず、どんだけマイナスかが、先に、え確認しちゃえばいいです。カッコして、マイナス5.62引く、ここ引くだから 0.、0 3 8る9 9を後ろにくくり出した形です。 いいかなで、?9 がマイナス5.62分と9がマイナス0.838分あるので、結局9はマイナス5.62マイナス0.38分あるということです。で、カッコの中の計算を先にして、マイナス5.62いくマイナス0.38。えー、マイナス足すマイナスがマイナス。で、これぴったりの数になるよ。3がちさ、ちょうど、うん、1になるから6だね。マイナス6かける9。えー、で、マイナス3まで6かける9は54。 マイナス54。こちらが答えになります。で、4番です。時速 A キロメートルで40分歩いた時の道のりを文字式で表しなさい。まず、この時速 A キロメートルの意味を考えてみると、これは1時間あたり A キロメートル進むってこと。で、この40分。これ1時間あたりだから、これ時間単位にした方がいいね。で、60分で1時間なのに40分しかないので、これは60分の40時間。 で、きますで掛け算の使い方の基本です。一つ分にいくつかをかける。この場合の一つ分では1時間あたりに a キロメートルそれにいくつあるか。60分の40時間分ってことです。えなので、a かける6 0分の40。約分して、まず10で割ってから3、に 2, 2で約分して、で、3分の2を前に3分の 2A。 えー、なので答えは3分の 2a、各種 km ということになります。で、5番、x たす x。まあ、x が2つだから 2x ですね。まあ、x たす x。で、6番です。え、カ a プラス4プラス 2a。まずカッコを開いて a、a プラス4プラス 2a。で、a と 2a が、プラス 2a がまとまって1、1たす2で 3a。で、プラス4はそのままでプラス4。 3a プラス4となります。で、7番です。マイナスッコマイナス 4a プラス1まあ、引くって考えてもいいんだけど、これもね、ここにね、1が省略されてる。マイナス1が省略されてて、それがマイナス 4a とプラス1にかかっていくと考えればいいです。まずマイナス1かけるマイナス 4a プラスになりますね。プラスだから書かなくて 4a で、マイナス1かけるプラス1だから、マイナスの1 4a マイナス1となります。 で、8番です。4x 割るマイナス 4a。先に符号を決める。プラス割るマイナスだから、まずマイナスです。だあと 4x 割る4。これもう、そのままやっちゃっていいよね。4割る4は、1だから1。で、1は省略するんで、1x の x。えー、ただ、x、マイナス x となります。で、9番 B。2b 割る3。これはもう、十分に、少しでも厄介な割り算なので、割る3のところを、逆数にしましょう。2b かける3分の1。 で、2かける3分の1なんで3分の2です。3分の 2b。これが答えです。で、た公式を数で割るず、割り算が入ってきました。カッコ 10x-12 割る2。このかっこの中は 10x とマイナス -12 という2つの項からできていて、それらを2で割ります。どっちも2で割るってこと。で、これね、どっちもね、2でスパッと割れるよね。だからもうそのまま計算しちゃっていいです。まず 10x 割る2は10割る2で5なので 5x。 で、マイナス十二割二は、マイナス三マイナス。十二割二なので、十二割二なので6。5x マイナス六が答えになります。